美彦、はい、吉原翔吾、はい、以上17名代表梅田真理子、修了賞梅田真理子小学部第5学年の課程を修了したことを称し平成6年生の中心上海日本人学校校長を務めました。礼結城志保、はい、2年濱井聡、はい、3年友田久美子、はい、星野真理子、はい、牧城直子、はい、6年大崎里子、はい、牧野沢香、はい、中学部2年牧野海優、頑張り賞小学部1年1組星野久美子殿、あなたは真面目にしかも一生懸命頑張ったのでこれを賞します。平成6年3月1日上海文化学校校長、それからおめでとう。同じ時にゆうきさん、第69号卒業証書深沢舞子、牧野沙羅香、ことを誇りに思い責任を持ってこれからの人生を胸を張って生きてほしいと思います。本日まで皆さんは最終学年として学校生活もいろいろな面でよく頑張りました。児童生徒会を中心に運動会、文化祭、交流活動、ボランティア活動等に上級生として積極的に取り組み、下級生によき模範を示してくれました。そしてこういう卒業式の特にどういうご挨拶を皆さんに申し上げたらいいかということを先般校長先生の方からお頼みを受けましたときにいろいろ考えてみたんですが、手始めにですね、まず皆様の作られたですね、初の子っていう文集を拝見しました。で驚きましたですね、皆さんの文集素晴らしい、中には注目まで書いたとまで、いろんなことが書いてありましたですね、中国、上海で体験したこと、修学旅行に行ったこと、自由視聴に行ったこと、私、いろいろ発見をいたしました。やはり中国、この上海における日本人学校という素晴らしい環境の中で、日本では体験のできないこの環境の中で、皆さんが素晴らしい体験をしているということを、あの作文集、文集を拝見して感じることができました。一同着席。